ハーフィズアルイコールアサド。ハーフィズアルイコールアサド。ホフスアルアサド。1930年10月6日から2000年6月10日は、シリアの軍人、政治家、大統領、在任1971年から2000年。一般に独裁者とみなされている。日本語では、ハーフィズアルイコールアサドとも表記し、アサドが生として認識される場合が多い。 シリアで流通している先シリアポンド紙幣に肖像が描かれている。シリア北部のアンサーリーや山地にあるアラウィー派の小村、カルダー派で、カルビーや部族の貧しい家庭の9番目の子として生まれた。高校在学中の1946年、16歳でバース島に入党するなど早くから積極的な政治活動に取り組んでいた。ラタキアの高校を主席で卒業した後、 経済庁の理由から、大学進学を諦め1952年に、アレンの飛行士官学校に入校し、ソビエト連邦、ソ連での訓練を経た1955年の卒業後、少尉に任官し、シリア空軍に入隊した。なお、後に、後継者と目された長男もソ連に留学させることになる。アラブ連合共和国成立後、カイロに派遣され戦闘飛行隊長となり、 後のエジプト大統領、ホスニー・ムバラクと共に訓練を受けるが、エジプトとの連合への懐疑的な見解により、軍から解雇された。カイロでは、秘密軍事委員会を組織して、同じアラウィー派のサラーフ・ジャディと、ムハンマド・ウムラーンと共に、アラブ社会主義バース等の運動に参加し、シリア帰国後、1963年のクーデターに参加した。 バース島政権が樹立されると国防省を務めた。1966年から1970年まで空軍司令官を兼任。1967年の第三次中東戦争でゴラン高原を失うと、バース島内では、ジャディード島地域指導部署基調率いる、旧進派と恩賢、現実主義派が対立し、アサド、当時国防省がリーダーとなった。 恩拳派が969年2月28日の政変で実権を握った。アサドはジャデードに肩入れしたソ連による干渉に激怒し、副心のムスタファ・タラースを中祖対立から中祖国境紛争を起こしたばかりの中国に派遣して、器支援を獲得させ、猛主席語録を掲げさせた。1970年11月、ジャデードはアサドとタラースへの反撃を試みたが、 1970年11月にアサドはクーデター強制運動でジャディードを失脚させて剣を握った。アサドは首相と国防省を兼ね、さらにバース島の地域指導部所機長に就任し、翌1971年には国民投票により大統領に選出された。以後は対外的にはゴラン高原の奪還を目標として、 アラブ諸国間の対イスラエル強硬派として、エジプトのアンワルア、イコールサーダート大統領と組み、第四次中東戦争に参戦。また、エジプトとアラブ共和国連邦を樹立した。ソ連との結びつきも強め、タルトゥースにソ連軍の基地を設置させた。国内では事実上の一党独裁と軍事力による政治で民心の引き締めを行う一方、バース島の世俗的民族主義の立場から、 シリリアムスリムス同胞団勢力を抑圧した1976年からはアラブ連盟平和維持軍をシリア軍に主導させてレバノン内戦に介入し始めレバノンを事実上の影響下に置くに至るが1970年代後半から経済状況が悪化しまたシリアにおいては少数派に過ぎないアラウィ派を優遇したことから 国内最大宗派のスンナ派の反発を招き、国内でムスリム同胞団などの台頭が見られるなど、政権基盤の不安定化が見られた。イラン革命に触発された1980年代前半には、イスラム主義者による政権に対する反抗が激化し、1982年には中部の都市ハマーなどでイスラム主義勢力による暴動が起こるが、アサド政権はこれを武力鎮圧した。 ハマー虐殺。これによって、シリアにおけるムスリム同胞団の活動は、衰退に向かう。翌1983年に、アサドが心臓病で入院している最中、軍部で実力を持つ弟リファートアルイコール、アサド革命防衛隊司令官がクーデターを計画。軍部はアサド派とリファート派に分かれ内戦寸前となった。退院したアサドは、一旦、リファートを、 安全保障担当の副大統領に据えて懐柔し、注意深くその勢力を添いだ後、1984年にフランス及びスペインに追放した。バース島の正当性やユーフラテス側の水資源利用をめぐり、隣国イラクとは対立関係にあった。このためイランイラク戦争では、アラブ諸国で唯一イランを支持し、イラクとの国境を閉鎖した。 1990年の湾岸戦争では、イラクのクウェート侵攻を受けて、イラクと国交を断絶し、イラン・イラク戦争ではイラクを支持した、アメリカ合衆国やサウジアラビアとの関係改善し、他国籍軍の一員として、サウジアラビアにも派兵した。当時のアメリカ国務長官、ジェームズ・ベーカーによれば、このシリアの決定には、アサドと個人的に交流があった。 エジプトのムバラク統領が関わってたとされる。1990年代には、マドリードで行われた中東和平会議に参加するなど、イスラエルとの交渉を開始するが、ご覧高原の全面変換という原則を譲らず、状況の打開を見出せないまま交渉は一度の中断を挟んで停滞した。1994年には、長男、バースイルを交通事故で失い、 後継者問題が不安定化したことで大きな打撃を被ったが、ロンドンで医師として生活していた次男バッシャールを急遽呼び寄せて後継者としての王教育を施した。それでも後継者としてのバッシャールに対する不安感は拭えなかったため、ロンドン留学で身につけた学歴や開かれた国際感覚といった息子の白色さんを特徴づける試みとし、父ハーフィズは 情報科学協会の会長にバッシャールを就任させた。若手官僚の育成やインターネットの導入など、バッシャー領、シリアの近代化や若い世代の騎士として位置づけようと、したほか、彼を軍医としてシリア軍に勤務させるなど、バッシャール自身にも高級軍人としての経験や実績を積ませようとした。また、バッシャールの政治手腕を疑問しあるいは後継指名に、 反発していた、アリー・ハイダルゼン特殊部隊司令官を逮捕し、ヒクマトあルイコールシハービー軍参謀総長と、ムハンマド・フーリー空軍司令を退役させ、ムハンマド・ナース・イーフ総合情報部、次長県内務部長とアリー・ドゥーバ軍事情報部長を、降格するなど、今まで、ハーフィズ・アサド体制を支えてきた、古参軍幹部や情報将校を粛清す政策を、進め、政権の世襲化と息子の軍、 治安機関部門における基盤強化を図った。持病の心臓病を抱えながら晩年も精力的に政務をこなしていたが2000年6月10日にレバノンの首相との電話会談中に心臓発作で死去。後継大統領には予定通り次男のバッシャールが就任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。